波はジェットコースター、数的な風を集めながら君をさらいたい、いいだろう恋は。キッシーのハヤチャンネル。どうも皆さん、キッシーでーす。さあ、本日は例の企画第2弾でございます。そうです、キンキシングルハッピーバースデー。前回のね、永遠のブラッツに引き続き本日誕生日を迎えた、シングルがございます。本日誕生日を迎えたのはジェットコースターロマンスでございます。こちら1998年4月22日発売になりましたサードシングルでございますけれども、こちらミリオンヒットとなっておりまして、デビュー曲のねガラスの少年同様、作詞松本隆さん、作曲が山下達郎さんといったゴールデンペアで作られた曲でございますけれども、まあまず当時思ったことは、4月なのにバリバリの夏ソング出すんだっていう風に思った印象があります。ちょっとですけど、違和感を感じてたような印象がありますね。またタイトルがいいですよね。ジェットコースターロマンスですよ。なかなかこの2つ組み合わせることないですから。で、歌詞の内容の方もこの夏のね恋愛が、うまくこうねジェットコースターと重なっていて、冒頭の夏はアミューズメントパークってとこから始まるんですけれども、こうねやっぱジェットコースターのこう浮き沈みをこう波に見立てたりですとか、時のレールとか、とてもねよく計算し尽くされた、歌詞だなと。まあでも正直言うと、キンキさんの哀愁感ってところで言うと、こんな爽やかな曲っていうのは若干やっぱ違和感があるというか、まあ、もちろんねご本人たちも言ってますけども、ただもうねこの曲に関して知らない人がいないんじゃないかっていうぐらい、聞いたら間違いなく、あこれキンキの曲じゃんって知らない人でもなるぐらいやっぱ有名ですし、でこの年をね重ねていけばいくほど逆にこのアイドルソングがなんかね味がある風に感じるんですよね。そうだから爽やかなんですけど、どこかやっぱりキンキらしさがやっぱり感じられるんだなというような。で、こちらがね、そのジェットコースターロマンスでございますけれども、こちらね、パッケージも書いてあります、パラダイス沖縄キャンペーンソングとなっていたわけでございまして、初のね、CM ソングとして起用された、記念すべきね、CD でございますけれども、まあ、沖縄に行こうよという、キャンペーンのもとですので、プロモーションビデオもね、沖縄の方で撮影されたといった、内容でございまして、もうね、今じゃ考えられない、海でもう大はしゃぎする、キンキのね、お二人が見れるというね、貴重な PV でございますけれども、で、聞いたことある方ね、わかると思いますけど、オープニングのね、入りが、こう、ピッピピッ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 っていう、こう、ホイッスルから、入るんですけれども、これ、調べてもちゃんと出てこなかったんですけども、これ、私の記憶ですと、当時、ラジオか、テレビかでですね、あのオープニングのホイッスルは剛さんが吹いてるよっていうようなことを聞いたんですけども、僕の中ではどこかでそれを聞いた印象があったので、そういう風に思ってたんですけれども、はい、ちょっともしご意見あれば皆さんの方のお伺いしたいです。で、発売当初はね、もうバリバリ踊る歌でしたね。もうジャニーズジュニアとこれでもかっていうぐらいね、もう元気よく踊っていた曲だったんですけれども、まあ、最近のライブですと、まあ、踊ったりするようなことはなかなかないんですけれども、ただまあ今でもねこのライブでこのホイッスルがもうかかるともう歓声がうわっと上がるぐらいやっぱりね、盛り上がりのある曲でして、でよりね盛り上がることになったきっかけがあるんですけれども、まあ、もちろんねご存知の方いると思いますけども、ジェットコースターロマンスとこのペンライトの振り付けがあります。こう波はジェットコースターというのを、当時こう年末年始2014年15年で行われたライブの中でですね、まあ、MC 中剛くんがねこんな振りええんちゃうかというようなこうレクチャーするところがあったんですよ。で、今まで我々もそういうことがなかったもんですから、あジェットコースターロマンスこれでこう会場のペンライトの波打つ感じっていうのを見てみたいというようなところから始まったんですけれども、なんでキンキファンはもうジェットコースターロマンス流れるともう自然と体がこの調子で動く、街中で有線とかもしかかったとして急に体がこう動いてる人いたら、あこの人キンキファンだなっていう認識でもできるかなと思います。
でジェットコースターロマンスはですね、2009年10年ぐらいなんですけども、やたらとラジオで毎回かけるっていう謎の周期がありまして、しかもこれ1回や2回とかじゃなくて、もう本当になんか数ヶ月間ぐらいずっと毎回ジェットコースターロマンスをかけるというのが続いた時期があったんですけども、しかもこう夏とか関係なくて、もう思いっきり冬なのに、じゃあ今日はどうしようかな、ジェットコースターロマンスでみたいな下りがもう何ヶ月も続いたって時があったんですよ。そういう意味でもすごく印象に残っているジェットコースターロマンスですね。そしてこの当時ね、8センチシングルで購入した、ジェットコースターロマンスなんですけれども、こちら、はい、見えますかね、キンキキッズ、こちらの、ね、初回版にですね、このようにこうビニールのパッケージに入っていったんですけれども、こちら初回版がこちらにある青と赤と緑のね、3色売ってたんですよ。まあ、僕は残念ながらこのね、青しか購入しなかったんですけれども、まあ、キンキさんはね、ご存知の方お分かりのようにこう青と赤のイメージですので、2色は分かるんですけども、なんで緑があったんだろうか、うん、なんで当時多分ね、発売した時っていうのは分かりませんけども、発売のね、個数に僕はムラがあったんじゃないかなっていう、どうしてもやっぱファンだったらね、赤か青を選んでしまうかと思うので。さあ、そしてカップリング曲、1曲ね、入っております、ハローという曲でございますけれども、こちらね、サンキューっていうね、ベスト版の光一さんのフェイバリットの方にも、収録されてるんですけれども、この当時キンキのお二人はまだ10代だったので、歌詞がね、すごく大人びてるなーっていうふうに感じながら聞いてたんですけども、特に君の手に残る指輪は、懐かしむだけじゃ悲しいから捨ててもいいよなんて歌詞があるんですけども、当時のね、コンサートとかでセットリストに入ってたんで歌っていたと思うんですけれども、前回も同じこと言ったかもしれないですけど、大人になったキンキが歌っても、すごいいい感じになるんじゃないかなと、そういったアップテンポの曲とね、切ないバラードが楽しめるこちらでジェットコースターロマンスでございました。よさあ、というわけでね、まあ、第2回お送りしたわけでございますけれども、第3回はですね、間もなくでございます、4月25日に、お届けいたしますので、それでは皆様、チャンネル登録、高評価、コメントなんかもね、ぜひいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。波はジェットコースター、風的な風は